あなたが選ぶカーオブザイヤーは、かつて存在した日本におけるカーオブザイヤーの一つ。多くの自動車賞では、専門家や業界関係者により選考が行われるが、本賞ではインターネットを用いた一般からの投票により受賞を決定することを特徴とする。あなたが選ぶカーオブザイヤー実行委員会が主催し、2006年に初めての受賞が行われた。 実行委員長は、出版社ネコパブリッシング社長、笹本健治であり、事務局も同社内に置かれる。同社からは、ホビダス、カーマガジン、ティーポ、オートカージャパン、といった媒体が運営に関わっている。その他、楽天、後段社 MSN、ライブドア、価格コム、カーセンサーネット、グートッ,ットネット、ソネット、ビッグローブ、ハイホー、デートナ、 インプレス TV などのポータルサイト事業者や出版社、雑誌などが加盟媒体と呼ばれる運営主体を構成している。なお、あなたが選ぶカーオブザイヤーは2010年8月31日をもってサービスを終了し、現在は HP も消去されている。前年の11月1日から当年の10月31日までに日本国内で発表。 または発売された乗用車のうち、あなたが選ぶカーオブザイヤー実行委員、およびあなたが選ぶカーオブザイヤーオフィシャルアドバイザーが選定したもの。あらかじめ自由意思によりインターネットの公式サイトから会員登録した選考委員がインターネット上で各表彰部門に投票する。選考委員への登録に必要な条件は受信可能なメールアドレスを有することのみであり、投票は 無料、無報酬で行われる。ただし、登録、投票を促すための景品が用意されている。また、登録後には、実行委員会から定期的なメールマガジンが、送付される。一人一票の公正な投票が建前ではあるが、システム上は、同一人物による複数の登録、組織的な投票活動の可能性などは、排除されていない。対象、部門賞。 先行対象者種の各々は実行委員会によりあらかじめ一つもしくは二つの部門にカテゴライズされておりそれぞれの部門で最高得点を獲得すれば部門賞を受賞する。ただしカテゴライズの基準は必ずしも明確でない。また複数の部門にカテゴライズされる者種と一つの部門にしかカテゴライズされない者種との間には受賞機会の不公平が生じうる。 スバルインプレッサ、コンパクトカー、エコカーボルボ C70、スポーツカー、インポートカーニッサンスカイラインクーペ、スポーツカー。ありがとうございます。